ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も来ました。はい、3連戦終わりまして、うん、振り返りの時間です。まあそうだね、豊さんの試験ということで、はい、まあ、3連戦を振り返っていくけども、はい、まあこの3連戦はどうなったかなということで、うん、これで一通りね、あのホームゲームが各チーム終わったということですかね。まあ、そうだね、うん、あのビジターで迎えたチームも、うん、まあ阪神だけはね甲子園は使えなかったけども、京セラドームで、まあまあ、うん、ホームゲームということでね、まあ、地元大阪ということでね、はい、うんうん、で看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、はい、それではまず勝敗を見ていきましょう。はい、ということで、はい、セリーグ、うん、広島とヤクルトだけ1試合雨で、そうだね、2試合目がね2試合目流れてしまったんですが、はい、他は3試合ありまして、はい、阪神対 DeNA が、DeNA2 勝1敗の勝ち越し、はいはい、広島対ヤクルトが広島が2勝ということで勝ち越し、はい、で中日とジャイアンツが中日2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はい、まあ、阪神 DeNA から、はい、ね、阪神の先発3連戦、うん、村上、伊藤、西勇輝、はい、DeNA の方、うん、ジャクソン、浜口、中川、はいね、うん、で行われたんだけども、はい、まあ、1試合目5対3で DeNA の勝ち、うん、まあ、村上が先発ということで、はい、まあ、昨年の MVP 男、うん、ね、素晴らしい投球を見せてくれてた、ね、去年ね、うん、でフォアボールをそんなに出すピッチャーじゃないんだけども、うん、まあ硬さもあったのかわからないけども、うん、渡辺にいきなりフォアボールなんだよね。そうでしたね、うん、それでピンチを作り、まあ、佐藤のエラーがあって、うん、まあ、あれでゲッツーで終わっとけばね、うんうん、まあ、リズム良くなったのかなっていうふうには思うけども、うん、でも村上らしくなく、うん、満塁を作られ、うん、キャッチャーの山本ね、 DeNA の、はい、まあ、9球粘られて、うん、右中間を破られ走者一掃で、はい、まあ、4失点をしてしまうというね、1回にね、まあ、その4失点というのが響いて、うん、まあ、その試合を落とすわけだけども、はい、まあ、エラーがあったにせよ、うん、村上のその昨年の実力を考えると、まあ、ピシッと抑えていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ったんだけども、はい、フォアボールはその一つだけだったんですけど、そうなんだよ、結局は、うん、何が違いましたか。あの球速は出てるんだけど、うん、ちょっとその球速以上に力は感じないというか、まあ、昨年はそんな150キロ連発してたわけじゃないけども、はい、力があったんだよね、それとコントロールと、うんうん、だからやっぱこう山本に急遽粘られるうちに、うん、まあ根負けというかさ、うん、して甘いボールを捉えられたという、うん、まあ、山本のバッティングも大したもんだけどもさ、今すごいいいですよね。そうだね、うん、まあ、だけどなんか村上らしさが、まあ、オープン戦の時からあんまり感じてないんだよね今年ね。だからそういう意味ではちょっと状態が悪いかなっていうふうに、まあ、思うよね、うん、で一方 DeNA のジャクソン、はい、まあ、来日初登板で初勝利、うん、非常に球威もあり、うん、まあ、コントロールもよくで、パワーカーブ、これが非常に落差があって速いし落ちるよね、うん、だから非常にこう今年、なんていうのかな、活躍するんじゃないかなっていう、ね、まあそんな感じがしました。うん、ね、身長190センチあるんですね。そうだね、うん、でね、もうひげもじゃで毛だらけで、髪も髪型も特徴的でね。そうだね、うんうん、でこの試合で門別が、まあ、登板したんだけど、はい、やっぱいいね、紋別いいし、それに対して代打松尾ね、ヒット打ったけどプロ入り初ヒットをね、はい、この2人お互い2年目でなんか永遠のライバルというかになっていきそうな、はい、まあ、感じがしたよね、うん、はい、まあ、そういう初戦でした、はい、まあ、村上ちょっとね状態上げてほしいなという初戦でした。はい、この初戦が5対3ですね。そうだね、はい、はい、で2試合目、うん、でこの試合は伊藤と浜口、はい、オースティンのホームランで先制するんだよね、うん、DeNA がね、はい、まあ、だけども森下が逆転のホームラン、はい、ね、チェンジアップを狙っていたというね、もう一歩も歩かずという、一度はやってみたかったというね、まあホームランを、まあ見事だよ、あそこまで飛ばせるっていうのはやっぱ森下の思い切りもあるし、うん、でこの試合では近本がホームランを打つ、ね、ね、で大山が4番として今季初タイムリーを打つ、はい、で佐藤が詰まりながらでも
タイムリーを打つというね、うん、まあ打線のつながりを非常に感じたね、うん、試合で5対2で勝つんだけども、はい、まあ心配されてたちょっと重い雰囲気があったんだけどもね、うんうん、まあ、森下のその逆転のホームランからは非常に阪神らしさ、うん、そういったものが、まあ、去年強かったなっていうような阪神らしさがなんかこう出てきたね、うんうん、だからこの2試合を見る限りでは非常に、はい、今年の阪神も強いなっていうところを見せてもらった。なるほど、はい、はい、で3試合目、はい、西勇輝対中川、うん、で中川と松尾がね、はい、組むんだよね、キャッチャーね、もう初スタメン、はい、ね、キャッチャーとして、まあ、どういうリードをしてくれるか、はい、まあ、楽しみだったんだけど、はい、まあ、しっかりゲームを作れたということ、うんうん、でゲームは3対2で、DeNA が勝つ、はい、ね、これねノーアウト満塁、うん、ね、3試合目ノーアウト満塁、はい、で西勇輝、うんうん、まあ、満塁にした場面、はい、何回だっけ、6回ですかね、6回だね、はい、で松尾にデッドボール、うん、これが大きかったね、で満塁になったんだけども、で代打大和、はい、ね、うん、ピッチャーのところを、あ、8番か、石上のところでね、大和、ね、うん、行った、はいはい、ね、勝負強い大和を出したんだけども、うん、まあ、ライトフライ浅いでワンアウト満塁になるんだよね、はい、で DeNA の方はピッチャーに変えて楠本、うん、そうですね、うん、そしたら阪神ベンチここで動くなと思ったんだよね、うん、やっぱなぜかというと楠本と渡来って左が続くからさ、はい、だからここで岡田監督が西から桐敷にバトンタッチ、はい、で、まあ、桐敷も悪いボールではなかったんだけども、うん、追い込んでフォークボールをセンター前になんとか持っていかれるんだよね、うんうんうん、まあ、それで逆転ということで、ね、うん、で昨年の阪神を考えると、うん、こういう手っていうのはことごとく決まってたんだよね、うんうんうん、しっかりね、うん、はまってましたよね、はまってたよね、うん、だから岡田監督もDeNA の動きを見ながらもう用意させてるしね、うんうん、で、あ、楠本来た、うんうん、あ、渡来と2枚続く、渡来にも代打ないだろうということで、うん、まあ、桐敷を持っていったんだよね、うん、俺は逆に楠本先で大和を2番手かなっていうふうに思ってたのね、うんうん、それはなぜかというとノーアウト満塁がワンアウト満塁になると非常に後ろのバッターがさ、うん、プレッシャーかかるから逆に大和を2番手に持ってって楠本を先に持っていくかなと思ったんだけど、うん、まあ、三浦監督がね、うん、まあ、楠本を2番手で持ってって代打の、うんうん、まあ、それが見事に桐敷から捉えたというね、はい、まあ、タイムリーヒットを打つわけだけども、うん、なんて言うんだろうな、この手が決まらないということがちょっと阪神のちょっともたつきになってるかなっていうこともあるし、まあ、だけどこの試合で、佐藤が、はい、梅野のねタイムリーヒット、うん、1・3塁から、うん、で1塁から3度サードに狙った、まあ、走塁、うん、これリクエストになったんだけども、はい、間一髪セーフ、ね、うん、で木浪の当たり、うん、でサードからホームに突っ込んできた、お互いいいプレーだったんだけど間一髪セーフ、これもリクエストですよね、まあ、これもリクエスト2度のリクエストをかいくぐった、まあ、佐藤のランニングっていうのは、うん、まあ、見事だったし、はい、なんかこう佐藤らしくなってきたね、守備もね、なるほど、うん、佐藤輝もね、うんうん、だから非常に良くなってきたけども勝ちにつながらなかったというね、うん、いう試合でした、はい、はい、ということでね、DeNA が2勝1敗の勝ち越しというふうに、まあ、2カード連続の DeNA は勝ち越しということですね、はい、うん、で続いて、はい、広島対ヤクルトね、はい、これ2試合だったんですけどね、はい、でね2勝0敗、まあ、昨年もそうなんだけどもさ、うん、ヤクルトは松田で勝てないんだよね、うん、広島でね、それ昨年から豊さんね、そうそう、で広島は逆にまだやってないけども神宮で昨年勝てなかったんだよ、うん、で今回も1試合目、床田と小沢の投げ合い、うん、まあ、2試合目は大瀬良と高橋奎二なんだけど、はい、1試合目、床田小沢の投げ合い、うん、床田が7回115球4安打、はい、小沢6回91球2安打、うん、もう2人とも素晴らしいピッチングを展開するんだよ、うん、そうですね、うん、ただその中で7回、うん、
まあ、秋山がタイムリーヒットをレフト前に打つ、セカンドランナー小園強引に回ってきて、まあ、素晴らしいスライディングしたね。まあキャッチャーの中村もちょっと中途半端な球だったんだけども、うん、しっかり取ってタッチに行ったんだけど間一髪セーフ、うん、小園のこの背中の丸まり方ホームへのあれがやっぱ素晴らしいよね。頭から突っ込んでって、あれは練習してできるものですか。いや、 やっぱあれはねセンスだよ。ただ俺は思うには、うん、サードを回った時にちょっと膨らみが大きいんだよね。ああ走るコースというか、そうそう、うんうん、レフト前っていうのはサードもあって鋭角的に直線に入ってこなきゃいけない、うん、ホームに、うん、そしたらどっちかに逃げれるから、はい、それとレフトの送球が自分の体に当たって助かるっていう確率も高いんだよね、うん、だから鋭角的に入ってこなきゃいけない。でもそれ以外だったらもう100点だよね。なるほど、うん、だから小園の走塁がまあ1試合目光ったかなという、うん、まあ、8回には野間のタイムリーで、うん、まあ、勝ち越したというね。まあ、野間もよく頑張ってるわね、うん、はい、で2試合目、うん、3日目というかあれですよね、2試合目が流れて、ああそう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 、3日目ね、3試合目っていうか、はい、大瀬良と、うん、高橋奎二、はい、6対3広島ということで、うん、高橋奎二、はい、ね、7回110球5安打2失点、うん、これエラーがありながら本当に2失点で頑張ったんだよね、うん、で勝ち投手の権利を持って降りたんだけども、うん、その後清水と加山で4失点というね、うん、でまあ4失点はするけども広島の攻撃もやっぱ素晴らしいというのは、うん、小園がランナーサードで内野ゴロ打つんだよ、うん、はい、で野間が突っ込んでくるんだけど間一髪アウト、うん、ああこれでもうチャンス薄い得たかなって言ったところから、堂林がフォアボールでつなぎ、うん、上本松山が連続タイムリーを打つという、うん、で矢野まで打つというね、うん、だからここら辺がなんか広島、いやこの球場の苦手さ、広島の苦手なところ、うん、ヤクルトがそう感じてんのかなっていうような気がしてならないんだよね。だけど ね、うん、やっぱ上本のしつこさ、うん、ライト前に持ってった、うん、で加山からその松山が、はい、先っちょに引っ掛けてライト前に落とすとか、うん、やっぱ執念を感じるよね、うんうんうん、だから非常になんていうんだろう、チームとしての一体感というか、うん、大瀬良もしっかり手術明けでね、うん、ゲームも作ったけども非常にこう一体感を、広島の一体感を感じるような、うん、そんなゲームだった。誰がっていうよりもこう、ね、みんながそれぞれの役割を、まあ、ということですかね。そうだね、うん、まあ、それとね、昨年勝てなかった高橋奎二、はい、あんまり勝てなかった、うん、で今日のピッチングを見たら、うん、今年はなんかやりそうだよね、うん、うん、だけどこういう試合で勝ちをつけてあげないとさ、ねえ、なんかもうすごい、うん、あーっていう残念そうだったとも言えない、せっかくのね好投がね、うん、まあ、無駄になってしまうというか、うんうん、次へ繋がらない、勝てば次へ繋がるんだけどもさ、うん、また一から出直しかなっていうような、まあ、そんな感じがしてね、うん、まあ、高橋奎二は頑張ってほしいなと思う、ね、気の毒だけども ね、はい、はい、まあ、そういうゲームでした。はい、はい、最後中日対巨人、はい、中日の先発、うん、小笠原、はい、大野、梅津、はい、巨人山崎伊織、うん、メンデス、うん、菅野、はい、で菅野には小林をキャッチャーね、キャッチャーとしてつけたというね、はい、うんうん、で1試合目ね、はい、4対3、うん、中日のサヨナラ勝ち、ねえ、ね、本当に延長11回の話ですね、はい、うん、で細川、はい、ね、今季 初ヒットがサヨナラホームランと出ましたと、まあ、延長11回に ねでやっぱりね大きかったのは細川が言ってたんだけども、はい、やっぱ中地がね、うん、いやまだまだシーズン長いから大丈夫だよっていう声をかけてくれたりだとか、うんうん、まあ、中田翔がね、うんうん、いや自分を信じてやれと、うん、ね、自分は信じてたら絶対大丈夫だからっていう声をかけてくれたと、うんうん、で和田バッティングコーチは、はい、細川タイミングが合ってるから大丈夫だから心配するなって、うん、なんかねそういう言葉がすごく支えになったらしいんだよ。
でも多分大事なんでしょうね、そういうのが。まあ、ましてやその中島とかね、うん、あの中地とか中田翔がそういう声をね、あれだけの実績のある人たちが声をかけてくれたっていうのは、うん、すごくなんか心の支えだったと、ね、それが答えとして、まあ、サヨナラホームランに出たんだけどもさ、うん、だから非常にいいホームランだった、うん、で巨人の方はまた中川が打たれたんだよね、はい、だからこれはちょっとね2試合連続でショックだなと思ってね、そうですね、うん、森下に打たれ、うん、細川に打たれっていうようなね、うん、まあ、決勝ホームランを全て打たれてるわけだけども、はい、ちょっと心配な面が、まあ、巨人の方にはあるなという、うん、で山崎よりも勝たなきゃいけない、うん、3点リードしてたからね、はい、ただ中日の方は見事だったのは、うん、7回に同点機があった、はい、でその時に田中幹也が打席に立つ、うん、はい、で中地もいるんだよ、うん、ああこれ変えるかなと思って変えなかったね、田中と勝負いったね、はい、そしたら見事にセンター前、ね、同点タイムリーということで、やっぱここでね俺変えるか変えないかっていうのは今後でかかったと思うんだよね、うん、で結果が出てタイムリーが出たからより以上にでかかったと思うのは、うん、はい、やっぱ田中だよね、うん、田中の今季の活躍をこう見越してというか、うんうん、成長を促すためにもやっぱ代打を出さなかったと思うんだよ、うん、だけどその期待に応えられたその田中のね、うん、ヒットもうお見事だったよ ね、はい、はい、ただ3点をリードしてて山崎よりが3点、まあミスもあったんだよね、ランダムプレーに持ち込んだと思ったらさタイミングが悪くてセーフになるとかありましたね。で巨人の方は攻撃の面ではバントの失敗がいくつもあったとか、うん、だからミスミスで負けたかなというね、うん、まあ、初戦だけども、でも中日がまあ今季初勝利を挙げたという、はい、まあ、1戦目でした、はい、で2試合目で大野対メンデス5対2中日が勝つという、うん、ね、これがねやっぱりベンチも嬉しい、まあ、1試合目も田中が打ってくれるとか、うん、まあ、細川が打ってくれる、うん、ね、2試合目は村松三好の 両選手とも2点タイムリーを打ってくれる、うん、まあ、村松は2回、うん、三好は4回に2点タイムリーというね、はい、まあ、これでほぼほぼ、勝負を決めたんだけどもさ、うん、やっぱ村松も成長してるし三好もなんかキャンプからの好調をね持続してくれてて、うん、非常にベンチとしたら、まあ、立浪監督も含め片岡ヘッドコーチも、うん、非常に嬉しかったんじゃないかなと思うな、この2点タイムリーは、ね、うん、でメンデス、うん、で メンデスがね4四球と乱調なんだよね、はい、うん、で全くゲームを作れず、うん、まあ、降板をしていくという中で、はい、赤星が良くなってるね巨人は。なるほど、やっぱ球速も増してるしさ、もともとコントロールがいいしね、うんうん、ボールの強さをすごく感じたよ、うんうん、あ、だからお見事だったなと思ってね、はい、まあなんか情報によると、うん、メンデスをファームに下げて、うん、落として赤星をローテーションの一角を任せるっていうような、なるほど、まあ、こともね聞こえてきたけども、うんうん、まあ十分赤星だったらやっていけると思うよね、うんうん、でこの試合、はい、負けたとはいえ萩尾プロ入り初ホームラン、ねね、六大学の三冠王、はい、KO ボーイ、うん、ね、まあ8回か8回に、はい、レフトにホームランというね、祖父江から打ったんだよね、はい、まあ、スライダー、まあ、カーブ気味の球だけども、うん、しっかり溜まって、うん、しっかり振れてホームランしたというね、うん、やっぱりバンテリンで入れられるだけのパワーがある ね、お見事でした。すごいですね、はい、はい、でその8回に打ったんだけど、はい、その裏8回、うん、ね、細川も2号ホームランという、そうなんですよ、あ、細川乗ってきたなという、ね、まあ、そんな感じがしましたね、2試合続けて、はい、はい、でね、この試合で何といっても嬉しかったのは、うん、大野がまあ、久しぶりの登板、はい、ね、うん、5回を1失点と好投というね、やっぱ投げてる姿はね、なんだろうな、もう威風堂々としてるというかさ
なんかこう1年間ブランクありましたよっていうような感じではなくて、いや本当そんな感じでしたよね。そうだね、だから堂々と投げた姿が非常に印象的だったということだよね、うんうん、はい、まあそういう2試合目でした、はい、で3試合目、うん、梅津と菅野ね、2対0で巨人、はい、ね、キャッチャーを変えてきた、うん、やっぱ菅野と小林のコンビってまあ大城が悪いわけではないけども、うん、なんかこう落ち着きが感じられるねなるほど、なんかすごく、うん、だから小林をこうやっぱこう目先を変えてきた、うん、やっぱキャッチャーの出身だけあって監督さんが監督がね、はい、あの小林を使ってきたというね、うん、でその巨人の菅野、うん、7回、を投げ、うん、ね、90球、はい、ピシャッと抑えるというね、はい、4安打3三振、うん、フォアボール1つということで、ね、はい、まあ見事だよね、はい、はい、で巨人はこの試合で2対0やっぱ嬉しかったのはやっぱ菅野がしっかり7回を投げ切れたということ、うんうん、で中川が8回を使ったんだよね。そうですね、やっぱ阿部監督度胸がいいなと思ってて、うん、あのいいなと思ったのは、うん、やっぱ8回にね中川を使ってきた、ね、やり返してこいということで3分目の正直ということで、そうだね、はい、まあここもピシャッと抑えることができた、ね、で9回に大勢がセーブを上げて勝つということなんだけども、うん、やっぱねこの試合で収穫っていうのは、うん、まあ投手陣だね、うんうん、まあ、菅野が7回しっかり投げることができた、中川が8回を抑えてくれた、うん、で大勢が、セーブを上げてくれた、うんね、まあ西舘もおそらく3番手だと思うけども、はい、非常にいい形でね、うん、まあ、この試合を締めることができたのかなっていうふうに思うよね、はい、まあ、その中で点を挙げたのが、うん、まあ、1点を取った後の岡本の2アウトからあのタイムリーね、うん、梅津からの、うん、カーブだったと思うけども、溜まってレフト線に打ったヒット、うん、まあ、かつてのエースが投げ、ね、4番が打つという、まあ、快勝のゲームだったねこの試合はね、うん、巨人にとって ね、まあ、一つこうホッとするような、うん、試合だったかな巨人にとってね。なるほど、はい、まあ、3連敗してたからね、はい、そうですね、はい、でね、はい、この試合でね、うん、すごく感じたのが高橋周平の守備なんだ。あ、うまいな中日ね。あのね、高橋周平はあれ打てなくても、まあ、ちょっとスランプになって打てなくても、あの守備はね外したらダメだわやっぱ。うーん、あ、やっぱ周平うまいなって感じさせる。やっぱ反応もいいしさ、うん、見事な守備をこの3連戦まあ、見せてくれた ね、これは何でしょう、はい、まあ、もともと守備はね定評があったと思うんですけど、まあ、そうだね、ゴールデングラブとかね、うん、取ってるから、今シーズンまた一味違うという感じですか。まあ、いや、なんかこうやる気になってるというかさ、うん、まあ、そんな感じがするよ、まあ、もうこうね新生中日みたいの中に必ず必要な選手、ね、うん、だから普通の頃でもさスッと前に出てきてパッと取るんだよね、うん、あ、うまいっていう、うん、でも相手のサカンドもやっぱうまいんだよね、うん、サードが。だからいいゴールデングラブ賞の、うん、争いをしてるみたい な、そんな感じがするわ。うん、あ、まあざっとね、まあ、セリーグをまあ振り返りましたけども、はい、ね、うん、まあ、梅津、はい、まあ、最後にねちょっと一言言わせてほしいのが、うん、まあ、梅津もやっぱこう今季初登板だよね、うん、ちょっと硬さあったにしても、うん、立ち上がりはねすごくねストライクはスッと取れてたの、はい、でも途中からちょっと力みが入るのか少しバランスが悪くなったのか、うん、ストライクがちょっとばらつきが出てきたんだよね、うんうんうん、だ安定的に立ち上がりみたいに2球のうちすぐ1球は絶対ストライクでストライクを投げてカウント取れてたんだけど、そういうことが続いていけば絶対勝てるピッチャーだ。なるほど、はい、というセリーグでした。はい、はい、ではパリーグいきます、ね、いきます、はい、はいはい、こちらになりました。はい、こちらも、はい、日本ハムと楽天はもともと2試合の予定だったんですね。そうなんだね。はい、はい、ということで、そこは2試合ですが、あとは3試合ありまして、はい、はい、西武対オリックスは西武が2勝1敗の勝ち越し、はい、で日本ハム対楽天は1勝ずつで、はい、はい、1勝1敗ずつですね。星、うん、はい、を分けたね。星を分けましたね、はい。はい、ソフトバンクとロッテはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越しということになりました。さあ、はい、はい、行きましょう、うん。西武の先発ピッチャー。はい、平竹内、はい、某高橋と、ねね、はい、まあ、注目は竹内かなっていうような感じがするんだけども、ルーキーの、2試合目に投げるね、はい、でオリックス、はい、カスティーヨ、うん、山下俊平太、うん、来ましたね、竹内との投げ合い、ね、で東という、はい、ね、
1試合目、はい、2対1、うん、西武、はい、ね、平5回3分の2を投げて120球投げてんだよ。そうですね、で5回ね、球数多いなと思ってて、うんうん、でそれでもやっぱタフだなと思うのは、うん、点をやらないよね。ね、ちょっとね、今回フォアボールがね、そうなんだよ、今までになくというか、 いつになく多かった、うん、5個、そう、うん、5安打打たれて5四球だから、うん、結構塁上にはランナーいたんだけど、うん、やっぱ返さないね。ね、やっぱボールに力あるしさ、あのコントロールがちょっと悪かったんだけで、うん、まあ、ボールの勢いだとか、まあ、そういうのがいいよね、うん、ただこの試合、まあ、2対1で勝つわけだけども、はい、まあ、平の後に水上、うん、まあ、本田が点を取られるけども甲斐、はい、のアブレイユつないでいくんだよね、はい、いや見事だね、やっぱ打てないね、なかなかこのピッチャー揃えられるともう豊さんのこう大絶賛の西武の投手陣、まあそうだね本当ね、うん、ただ点の取り方だよね、うん、まあ、2回に3連打で満塁になって、まあ内野ゴロの間にまず1点を取る、はい、で源田の犠牲フライで2点目を取る、うん、もうこれだけなんだよね、うん、攻撃といえば、うんうん、だからもう少し点を取ってあげるとね、うんうん、もう少し楽に投げれるかなというね、うんうん、まあ、そんな感じがしました、はい、で2試合目、うん、竹内と山下俊平太3対0、うん、ね、西武が勝つ、まあ、竹内がプロ入り初先発初勝利、ね、ねえ、7回85球1安打、はい、7奪三振、はい、2四球、うん、山下俊平太5回99球、うん、2安打、うん、8四死球、そうですね、フォアボールが7個と、うん、デッドボール1つありますね。そうだね、三振は5つ、そうだね、はい、まあアギラが先制タイムリーを打つんだよね、はい、で中盤に1点を取り、8回は住谷が、ね、うん、竹内のために、はい、俊足を飛ばしショートの深い位置で ね、まあ、3点目を取るという、うん、まあ竹内と住谷ベテランがね、うん、バッテリーを組んだんだけども、はい、やっぱね竹内のボールは力があるわ、で角度がある、うん、この右バッターに入ってくる懐にね、はい、左ピッチャーで、うん、それとね躍動感があるわ、あだから甘いボールでも、うん、空振りしてくれるというかさ、うん、高めに抜けたボールも追っかけてくれるというか、うん、やっぱ投げっぷりが良くないとそういうこと、そういう現象には至らないんだけどもさ、うん、まあ素晴らしいデビューだったなっていうね、うん、で住谷も、うん、やっぱベテランらしく竹内のいいところをどんどん出していったよね、うん、だからもうとにかく何をとっても勝負ができるっていうような、うん、そういうカウントっていうかそういうリードをしていったというね、うん、まあオリックスの方も初見ということがあって、うん、なかなかやっぱこうデータも揃わないし、まあどういう球なのかっていうのが分からなかったとは思うけども、はい、やっぱ7回1安打っていうのはさ、うん、すごく立派だよね、うんうんうん、だから見事に初登板初勝利、はい、まあ、本拠地でねデビューしたけども、うんね、まあ今年10勝いける、まあ匂いはプンプンした ね、 ね、はい、はい、で一方山下、はい、打たれはしないんだけどこれ自滅っていうような感じだよね。ねどうしましたかね、7個、やっぱね変化球の精度が非常に悪かった、うん、まあ、フォークは叩きつけるし、うん、まあ、カーブも決まったら打てないんだけどさ、うん、なんか抜けるボールがあったり叩きつけるボールがあったりとか、うん、まあ、そういうことでピンチをどん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 開いていって、うん、だから自分でこう自分を苦しめてたなというね、うん、まあ今季初登板ということで硬さもあったんだろうけども、うん、昨年ほどいいかなっていうような感じはしたね。どこかでね、うん、うまく修正して、まあそうだね、取れるといいですけどね、まあ、まあそうだね、うん、はい、という試合でした、はい、まあね、竹内は1勝目おめでとうございます。おめでとうございます、はい、で3戦目、はい、ね、2対1オリックス、ね、うん、もうねこの西武対オリックスは両方ともピッチャーがいいだけにもう接戦になるよ ね、 ロースコアになるだからちょっとしたミスとか、
ちょっとした、フォアボールとか、うん、そういったものが命取りになるね。はいはい、うん、で東、はい、もう本当に負けない、昨年からずっと練習してると思うんだけども、うん、7回95球3安打1失点、うん、まあ本当に安定してるね、うん、で某高橋、はい、5回3分の1、うん、87球、3安打2失点ということでね、はい、でこの試合も地味に若月が犠牲フライ、うん、で森がタイムリー、うん、もうそれだけなんだよ ねもうほとんどチャンスっていうかさ、まあそれらしきものはなく、うん、で西武の方は外崎がホームラン、まあ、それだけなんだよね、うん、それで2対1なんだけど、うんうん、で西武の方からすると外崎が4割1分7厘打ってる。で今日でも3番に入ってるんだけど、うん、1、2番、が、うん、まあ、出塁できずということで、ね、でコルデロ、うん、と金子、はい、金子1番コルデロ2番、うん、使ってるんだけども、まあ、コルデロはいいとしても金子がちょっと心配だね、うん、今ねちょっと1割台ということでね、うん、だからこうやっぱこう当たってる時の外崎っていうのは確実に打ってくれるんで、うん、やっぱその前にランナーを出したいね、うんうん、これができないようではちょっと苦しむかなというね。これは打順をちょっとね、だからといって一番じゃあ誰にするかっていうのはないんだけど、でも早く救世主が出てこないと、うん、せっかくのね投手力が無駄になる可能性があるから、うん、まあオリックスの方もそうだけどね、はい、まあそんなに打ててないけども、うん、ただオリックスの方が適材適所に人材はいるんだよね、うんうん、ただ西武の方は早くそういうものを確立していかないと、うん、どん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 苦しくなる。今はいいけどね、うん、というような雰囲気を感じたというね。はいはい、うん、で続いて、はい、日本ハム対楽天、うん、ね、日本ハム山崎福也、うん、ね、ね、北山、はい、山崎福也はエスコンで初登場で ね、はい、で楽天本線、うん、岸、はい、はい、という試合で、はい、まあ、1戦目4対2で楽天が勝つ、うん、で FA 移籍の山崎福也、はい、地元エスコンで、うん、お披露目ということで ね6回3分の1、うん、100球ちょうど ね、うん、ね6安打3失点という、はい、まあまあかなっていうような感じがしたんだよね。うん、まあ、最初山崎福也にしてはすごく力んでるなっていう、まあ、立ち上がりだったんだけども、はい、まあ、それでも相手を抑えていってね、うん、まあ本当に最初っていうことを考えると、うん、まあいいピッチングだったなって思います、はい、ただ日本ハムの方は序盤1回と3回に両方ともノーアウト1・2塁を作るんだよね、うん、ノーアウト1・2塁1・2塁を、はいはい、これがねやっぱ点にならなかったということが非常に尾を引いたというね、うんうんうん、なんかね1点でも2点でも先に点を取ってあげるとさちょっと雰囲気は変わってこれ勝ちゲームに持っていけたかなっていうふうに思うんだけども、まあ、山崎福也を援護できなかったというね、うん、まあそういう試合でした。しかもチャンスがあって取れなかったっていうのがまた何でしょうかね、まあ、あの2回もあったっていうことが、だからギリギリしてたけどもね、うん、まあ、だけど、まあ、山崎福也はさすがの投球を見せてくれたなっていうふうに思いました、うん、はい、でやられたのが昨年まで日本ハムにいたポンセということで、そうですね、うん、やっぱポンセの立ち上がりだったなっていうのがね、うん、まああったよね、うん、はい、はい、でまあ村林、うん、ツーランホームラン、うん、で9回には、最近キャッチャーとして使われてる、まあ、石原にね8年目で初ホームランを打たれると、はい、でなんていうの石原をなんで使ってんのかなっていうふうに思ってたんだけど、うんうん、ずっと今井監督になってね、はい、で太田とかもいるんだけどもさキャッチャーとしてね、うん、あのキャリアのある、うん、だけど石原を使ってる。でも8回によく分かった、うん、あ9回か、はい、あのホームラン見たら使いたくなる。まあそれと、うん、やっぱり2軍時代からずっと目をつけてたんだろうね、うんうんうん、リーでもそうは悪くないしさ、はい、ちょっとぽっちゃり型のキャッチャーらしい体型で ね、非常にパンチ力を見せてくれました。はい、でこの試合で、うん、則本がプロ初セーブを挙げるという ね、 そうなんですよね。まあ今年から抑えに、ね、なってね、うんうん、
乗り物がどうかなっていうふうに思ってたんだけども、うん、やっぱさすがの安定感ある ね、気持ちもあるしね、はい、ナイスセーブでした。はい、はい、で2試合目、はい、4対2、はい、日本ハム、うん、まあ、北山と岸、ね、びっくりしたね。何がでしょうか。北山、ね、よかったですね。よかった ね、ボールに力あったな、ね、私もともと大注目の投手なので。そうだよね、うん、いや北山君は1年目にいい勉強 してたからってじいちゃんが言ってるけど、いつもね、そう、ね、もう忘れられないから、うん、1年目、いやでもこういう苦労が1年目の苦労が絶対どっかで花開くよっていうふうに看板のちいちゃんは言ってた。そうなんです、ね、だから注目してたんだけども、はい、でもなんかこう今年からね、うん、まあクイック投法というかあまり足を上げないフォームで、はい、まあ言えば山本由伸によく似たね、うんうんうん、フォームで投げてるけども、はい、7回ワンアウトまで完全で抑えてていってたんだよ ね、うん、ね、いやーまあどの球でも勝負できるし、うん、どの球も力強かったというね、うん、で7回ワンアウトから小深田にフォアボール出すの、ね、これで完全が途切れてノーヒットローラーに切り替えるんだけども、はい、続く大郷に、うん、スライダーかなあれカーブかなライト前に持っていかれて、はい、それでもう完全がなくなるというね、ノーヒットローラーノーヒットローラーもなくなるというね、うん、でおまけに浅村に打たれて完封までなくなったというでここでやっとね、うん、投手を変えるんだけども、うん、まあいろんな意見があるよ。難しいですよね。あのフォアボールを出すか、うん、ヒットを打たれた時点で変えてもよかったんじゃないかっていう意見もあるけども、うん、いやそんなことよりも、うん、ね、君は勝たなきゃいけないんだと思って、うんうんうん、やっぱり新庄監督は思ってたと思うんだよ。なるほど。でもさすがに点を取られて変えたけども、うん、いや完全が途切れる、ノーヒットローランが途切れる、ね、そんなことでね、心が動くようじゃダメだよっていうようなメッセージがあって俺は変えなかったと思うんだよね。なるほど。だから新庄監督らしいなと思ってね、うん、まあだけどさすがに打たれた時に、うん、まあ、変えたけどね、うんうん、まあね、まあ、あのゲームがね負けてはいけないということもありますそうだ ね、うん、でこの試合で援護したのは、はい、まあ、先制を打ったのが万波、はい、で、5回、うん、ランナー2人を置いて初球のカーブ、うん、出ましたよ第1号がね、やっとね、打つべく人が打ち始めてますか。そうそう、あのカーブをよく溜めてね、はい、ホームランしたけど見事だね、やっぱ彼が打つと、うん、あの彼のホームランはねやっぱなんかスカッとするというかさ、うん、まあ、そんな感じがするよ、はい、うん、でも初球のカーブをね、うん、よく本当に、まあ、狙ってなかったと思うけども、はい、よく反応で打てたなというね、うん、まあ見事な勝利だった ねホームのエスコンで打ててね、はい、はい、そうだね、うん、で浅村がこの日初ヒットがタイムリーになって、はい、続く打席も、まあ、タイムリーになったと、うん、でやっと4番が動き出したというね、うんうん、まあ、そういう試合でした。はい、で続いて最後、うん、ソフトバンク対千葉ロッテ、はい、ね、1試合目大関東山大津が先発です、うん、でロッテの方は西野メルセデス美馬、はい、はい、で1試合目2対0、うん、ね、ソフトバンク、はい、まあ、大関がね好投しました、うん、ね、7回3安打6三振、大関が、うん、まあ、昨年ね防御率が2点台だったんだけども、うん、勝ち星がついてこないのよ、やっぱ援護がなかったというかさ、まあ、そういう試合だったんだけど、まあ、2点というね、まあ、援護はもらっても、はい、まあちょっと少ないんだけども、うん、勝ちからスタートできたっていうのは、まあ、大関にとって今年大きいかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがしたんだよね、はい、まあ、西野も悪くはなかったんだけどもさ、うん、まあ、いかんせんその打てないという ね、うん、で、まあ、ロッテも打てないけどもその打線の厚みの違い、うん、で下位打線が非常に違いを見せるというかさ、ソフトバンクとの、うん、はい、で7番にウォーカーが入ってるんだよね、そうなんですよ、で9番に牧原が入ってるんだよ、うん、で、まあ、ロッテの方を見るとね打たなきゃダメだよっていうような人たちが、うん、まあ、入ってるんだけども、はい、やっぱソフトバンクのこの打線を並べた時の厚みっていうのをすごく感じたね。そうですね、まあ、2点目はウォーカーの
センターオーバーのツーベースでね、うん、まあ点を取るけども、ここにウォーカーがいるのはやっぱ怖いなっていうような。そうですよ、なんかもうクリーンアップねからいつまた次もまた次もみたいな、ね、そうだよ、ちょっとピッチャーにとってはなかなか、いや生き抜くところがないよ ね、 ないですね。で9番にね牧原という ね、 そうですよね、まあ、しぶといバッターがいるというね、うん、まあそういう1戦目でした。はい、で2戦目、うん、ねやっぱり2戦目も両先発ピッチャーがねすごく、まあ、頑張るんだよ、はい、でその中でロッテの外、はい、でソフトバンクの今宮がソロホームランを打って、うん、まあ1対1とかね、で終盤へずっと向かうんだけども、はい、オスナから代打角中、はい、まあ昨年角中はこのオスナから、はい、サヨナラホームランを打ってるんだけどもさ、うん、やっぱいいピッチャーなんだけど、うん、カモなんだろうね解消がね、いや勝ち越しタイムリーを打つんだよ、うん、まあ、さすがベテランと思ってさ、うん、でまあ満を持して抑えに増田を持ってくる、はい、で増田ってね俺の印象の中でソフトバンクに非常に弱い印象があるんだよねなるほど、だから苦手意識があるのかなと思ったんだけども、うん、増田が捕まるんだよ、うん、もう満塁を作り、うん、近藤をねワンアウト満塁から三振で取るはいいけど、はい、栗原に押し出しのフォアボールという、うん、そうなんですよ ね、うん、まあ、その時外野にさポランコが守ってんだけどレフトに、はい、いやこれ勝ってんだから守備固め使わなきゃいけないけどなとか思いながら、うん、これ何回もあるんだけどさポランコそのままに守らせてるっていう、うんうん、なんで使わないのかなと思ったんだけど、まあ、途中から荻野を回の途中で使ったけども、うん、そのか途中で使った荻野が延長12回2点タイムリーで決着というこの試合 ね、 ね、まあ、9回守備固めに入ってね、うん、そのままのベテランが活躍するという、ね、うん、もう本当に点がなかなか動かない、もう9回の山場っていうところから、まあそうね、延長はちょっとまったりした感じで進みましたけど、まあ、まあそうだな、うん、最後ね12回に、うん、まあだけどやっぱりこう角中青木のね、うん、このベテラン2人がやっぱりやってくれたなっていうのはね、うん、で ただちょっと松田は少し考えた方がいいかもからね、うん、これは対ソフトバンクっていうことではなくて、この前日本ハムも、うん、まあ、外野の工作があって落球があって、うんうんうん、っていうのがあったんだけども、ね、まあ、だけど少しね、なんていうのか考えた方がいいかもわからない、うん、まあ、吉井監督もねちょっと押し出しの時はちょっとがっかりしたような表情を見せてたけどね、うん、まあ、そういうこともあるけども、うん、まあ、抑えのピッチャーだったら向かっていってほしかったなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがします。はい、はい、で3試合目、うん、ね、大津と美馬、はい、でこれはねちょっと8対1でソフトバンクが勝つんだけど、うん、これ話にならんのが美馬、うん、初回6失点、ね、もうこれで終わりよ。どうしましたかね。やっぱこれロッテ打ててないからさ、うん、だから初回で6点っていうのは非常に重いよね、うん、だからなんて言うんだろう、美馬がね、まあ、昨年、うん、一昨年もそうかな、あんまりいいピッチングができてないんだよね、うん、だからローテーション一回外して中継ぎに入れてみるとか、なるほど、そういうことをした方がいいかもわからないね、うんうん、じゃないとやっぱ美馬でいつもストップしてるような、うん、すごい印象があるんだよね。なるほど、まあ、後輩だからちょっと頑張ってほしいなと思うんだけどもさ、だけどちょっと見間にもう力がないかなっていうような、うん、まあ、そんな感じを受けた。先発するにはってことですかね、はい、うん、で相手ソフトバンクは先発大津、うん、6回108球、うん、まあ、8安打ながらも、まあ、1失点で抑えるというね、うんうん、まあでも6回いきなりね、うん、6点を取られる、はい、あ取ってもらえる、はい、ね、まあ、初回にはね藤岡のホームランから始まったんだけども、うん、すぐひっくり返してくれて6点をくれた、ね、まあね投げやすくはなかったと思うんだよ、うん、点がありすぎて、うん、最初から、うんうん、だから丁寧に丁寧に投げていった結果が8安打されたというふうに思うんだけどもさ、はい、まあだけどその中で、
やっぱこう初回見事にチャンスを作り、うん、打線を引っ張ったのがやっぱり今宮だし、うん、まあ、山川もつないだりだとか、うん、近藤がホームラン打ったりだとか、まあ見事な畳みかけだったよね、うん、まあ、ソフトバンクの打線の怖さというかさ、うん、これがいきなり初回に出たという、ね、まあ、そういう試合だったね、はい、はい、まあそういう3連戦でした、はい、ね、はい、ということで今回もね、だいぶ今おった中でいろいろな選手出てきましたけれども、はい、まあ、ピックアップ選手ね、はい、プレイヤーズということで、はい、はい、まずセ・リーグからはい、はい、まあこうなりました、はい、ね、まあ森下はね、うん、逆転ツーラン、うん、ね、まあ阪神に勢いを、うん、まあつけれるような選手になってきたなっていうことと、うん、まあサトテル、うん、まあエラーをきっかけになんかこう逆にやる気になったというかさ、まあ足もよく動いてるし、うん、まあバッティングもね徐々に良くなってきてるということで、ね、まあ、まあ2人には期待をしたいという、いろいろね、このシーズン前にいろいろ佐藤選手はね、はい、お勉強もしてきたということで早くいろんな成果を見たいです。まあそうだね、ドライブライン行ってね自分で足を運んで、ね、まあ自分のバッティングそういうものも見つめ直して、ね、でキャンプではすごく良かったんで、ね、それはね、だから今年すごく期待してる選手の一人だから、うん、本当、まあ頑張ってほしいなっていうふうに思うね、はい、本当ですね、はい、はい、で DeNA は関根、はい、この3連戦ね打ちまくり、ね、はあ、もう3試合連続猛打賞ということで、ね、ああ、まあ、関根がポイントを握ってたね、この3連戦はランナー出るとちょっといろいろハラハラもしましたけど、そうなんだよ、ちょっと飛び出しとか、まあ、ただね、まあ、ゲラの時に飛び出したんだけども、はい、確かに首のこう回数で癖みたいなのが出てたんだよね、うん、だから3としてワンアウトサードを作りたかったっていうことは分かるんだけども、うん、ゲラは野手上がりだからそこら辺の起点は効くっていうことを関根はちょっと考えておいた方がいいと。もう一つね、もう一つね、うんうん、でももうバッティングが見事だったね、ね、はい、うん、もうな振ればヒット、ね、なんかいつ見ても打ってたっていう感じでした ね、 ね、はい、で広島、うん、あ、松山ね、ちょっと悩んでました、ね、広島の選手他にもいたんですけれども、そうそうそう、野間もいたんだけども、うん、やっぱまあ今日ね2点タイムリーだったな、はい、外野が突っ込んできたからね、やっと今季幕を開けたという ね、 ね、やっぱ頼りになるな松山ってな、うんうんうん、それと今季初先発マスクかぶった、はい、やっぱさすがだわ、うん、相澤ね、このベテランの2人の活躍が ね、 ね、そう、相手のエラーが乗じて2打点上げてるけど、うん、やっぱさすがだなバッティングもな、うんうん、だからまあこういう選手が支えていくんだろうなって、はい、こういう選手がいるから若手をどん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 ね思い切ってやれよみたいな、うん、まあそんな感じだよね、はい、はい、でヤクルト、はい、高橋奎二、はいはい、ね、昨年よりは全然いいわ、うんうん、あ、今年は期待してます、はい、うん、以上ね、はい、ちょっとね残念でしたけどね、いやー、エラーがありながらね、うんうん、こう一生懸命投げて最後代打坂倉との勝負、うん、見事に三振取ったけども、ね、ああいう気持ちがある選手っていうのは必ず勝てるよ、ね、見事な三振取ったし、本当にそういう意味では今年大輔に期待してるというね、うん、はい、で中日細川よかったね、うん、よかったね、ね、本当ね、ただみんなのね、支えがあって、うん、それをみんなにこう言う、うん、やっぱそれは言うっていうのはその感謝の気持ちがあるから言ったんだと思うけども、うん、はい、感謝がある選手っていうのは必ず活躍できるし、うん、まあ、細川良かったなと思ってね、もうここしかないというところで打ちましたからね、うん、で昨年のね成績にもやっぱプレッシャー感じてたところもあると思うんだよ、はい、やっぱ久しぶりのねバンテリンで20本打った選手ということで言えばね、うん、まあ、今年もやるだろうという期待がある、うん、それも感じる、だけどそれ以上にやらなきゃいけない自分が、うん、自分にプレッシャーがかかってる、でもそこを見事にねあのホームランで跳ねのけたという ね、 ね、うん、だからまあ今年も頑張ってと、もう気負わず自分を信じてということですね、そうだね、はい、で大野、はい、やっぱさすがだな、まあ言ったけど威風堂々、ね、やっとエースが戻ってきたそうそう、やっぱね大野がね帰ってくると投手陣が多分まとまると思うんだよね、うん、だからさらに威力を増すというね、はい、そのピッチャーが帰ってきたのみならず、うん、勝ってくれたというのがね、ね、非常に大きいなというね、はい、そんな感じがしました、はい、で巨人やっぱ菅野、うん、ね、戸郷にエースの座は譲ったとしても、うん、やっぱ投げてる姿
っぱ組み立てやっぱさすがだわ、うんうん、ボールの力といいね、うんうん、だから全然衰えたっていう感じはしないしさ、うん、またその小林との、ね、バッテリーを久しぶりに見たけども、うん、やっぱ小林の安定感もねあるなっていう感じがした。もう安心な2人ですね。そうそう、だから DeNA で最近よく言われる東と山本やっぱそういうコンビ、はい、なるほど、あこれはいいなって名コンビだなっていうふうに思ったね、はい、まあそういうセリーグのピックアップ選手でした。はい、この3連戦はこちらの方々でした、はい、パリーグはいね、西武武内なんといっても初登板8勝利、はいね、プロ入り初だから ね初物尽くしという、 そうでしたね。それも7回を1安打で抑えたというね見事な、うんね、投球でした。顔もいいし、はいねね、躍動感あるし、ね、なんかすごく人気が出そうな感じがするよね。もうすでに出てるでしょうね。まあそうだね、うん、まあ、昨年、はい、隅田も初登板であの勝ったんだよ、うん、でもその後全然勝てなかったんだけど、うん、やっぱ竹内には勝たしてやってほしいなっていう、ね、二の舞はするなという、うん、だから竹内の時には打ってくれという、ね、願いを込めてね、言っておきますけども、はいはい、でオリックス、はい、東、うん、やっぱ安定感抜群なら、うんうん、このピッチャーはなかなか負けないぞ、うん、昨年から負けてないけど、ね、まあね、なかなかね、あの山本投手も抜けてオリックスね頑張らないと投手陣というところで、うん、でもなんかそういう気負いもないし、うん、なんか自分のことをどん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 やっていくという ね、まあそういう投球が印象的だったけども、はい、まあ見事だったね、うん、で日本ハム、はい、期待はもうね、この3連戦はねえ、もう頑張れ、ちいちゃんも応援してるし、うん、そう、大注目の期待も投手です。そうだね、はい、やっぱり見事なピッチングだったね。ボールに力があるし、うん、でもその勝ちを自信につなげてほしいな。本当ですね、うん、もうまたやってやるぐらいのつもりで、そう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 、強気で強気でねもう自信に変えてほしいですね。そうそう、はい、で万波、うん、もう一人はね、はい、やっと出た、ね、40本打ちます。打てよしっかり、ね、豊さん大好きですから、大好きだね。ねえ、まあ、じゃあ見事なホームランでした。はい、ね、で楽天浅村、うん、ね、ずっと10年の打席ノーヒットだったんだけども、はい、まあ、最初の今季初ヒットがタイムリー、うん、続けヒットもタイムリー、はい、やっぱこの人がやっぱ打点上げないとさ、そうですね、楽天はどうしても苦しいし、うん、やっとお目覚めしたかなというね、はい、まあ、そんな感じがして、まあ、プレッシャーもあったと思うけども、うん、まあ、2本のタイムリーで、まあ、プレッシャーそういうものも軽くなっただろうしね、うん、だから頑張ってこれからもね、はい、でソフトバンク、2カード連続今宮、ね、やっぱこの選手はいい選手だ。やっぱもう守備もよし、あ 守備はねもう言うことないんだよ。そう、守備もよし、うん、今回の3連戦はもうバッティング大好調で ねあの6年ぶりの先頭打者ホームランも打つし、うん、まあ、見事なね、うん、やっぱねこの選手はね体だけなんだよ。万全だったら素晴らしく活躍してくれる選手なんだよ、うんうん、でチーム打線をつないでくれる選手だから、うん、だから本当に怪我ないように ねしてほしいなっていうふうに、ね、うん、で体が小さいしやっぱ故障もね何か所か持ってるから、だからその休まして1試合休ましてまた万全で使うとか、うん、まあそういう使い方によってやっぱこう打線が生きるというかね、うん、他の選手たちが、うん、だからまあ素晴らしい選手だなって改めて感じるね。ね、まあ、子供たちにもとても人気のある選手です。まあそうだね、はい、かっこよくて、はい、ロッテちょっと苦しいです今ね、うん、今ね、うん、で、まあ外がホームラン打つ、ポランコがホームラン打つって言ったら、うん、少しずつ楽になっていくんだろうけども、まだそこまでの状態を保ってるのは荻野、うん、ぐらいなんだよね、状態がいいなって思うのはね、うん、だけどその中でやっぱり代打でできた角中、ね、途中出場の荻野、うん、はい、まあ、こうやったベテランたちが頑張ってる姿を見たらね、やっぱ出てる選手たちはもっと頑張らなきゃいけない、ねね、うん、まあ、大井なんかは開幕2戦目にね1番で使われた時にも活躍したんだけども、うんうん、はい、その後ねベンチに置かれてみたいなことになってたけども、うん、まあ、このベテランが、まあ、健在だということは一つ明るいニュースだなっていうふうに思いました、うん、ね、出れば、ね、お二方とも大活躍でね、まあ、そうだね、本当本当、まあただ二人に思ってることはやっぱやらなかったら後がないって、うん、ね、そういう思うような選手たちだし、それだけ責任感を持ってやる二人だから、
まあいいベテランがいるよね。ね、ちゃんと結果が出てるのが素晴らしいですね。素晴らしいよね。はい、うん、ということで、はい、振り返りをお伝えしましたけども、はい、まあ早く状態をつかんでほしいな、うん、阪神らしい野球がねピタピタこう決まるような感じでやってほしいし、ねね、今年はなんかヤクルトには松田で勝ってほしいし、うん、広島では神宮で勝ってほしいなっていうね、うん、そういう内弁慶だけではなくて、ね、東京でも広島でも、ね、応援してる両ファンがいるから ね、 そうですね、まあ、頑張ってほしいと思うよね、まあ、まだまだ全然ゲーム差はないんですけどね。そうだけどまあね、順位っていうのが毎回出てしまうので、ね、そうだね、それがちょっとチラチラ気にはなるんですが、そうだね、まあまあ、はい、本当ね、次はまた次の3連戦はね、うん、あのお休みなくすぐね6連戦でありますから、はい、はい、ただ中日はね、うん、思うのはやっぱ昨年とは全然違う姿になってきてる ね、うん、ね、大注目ですよね、うん、そうだね、うん、まあ継続して頑張ってほしいと思います。はい。で、はい、明日からは、はい、巨人 DeNA、はい、ヤクルト阪神、はい、広島中日、はい、日本ハム西武、はい、楽天ソフトバンク、ロッテオリックスというようなね、はい、カードになっています、うん。またいい試合をね、ね、見たいと思います。はい。はい、頑張ってください。はい。